こんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。テルミナ州に入って、ただここを普通に突破するのは難しいので、まずは上の町に行こうということで、なんか2つあるね。これタリアの工房、タリアという陶芸家の工房、こっちは、州都ローソン老会親子が支配するテルミナ州の都市と、こっちに行きますか。タリアってなんだっけ、もう一人の主人公じゃなかったっけ。主人公4人いるうちの1人みたいな、違ったっけ。でこいつがローソン、私がテルミナ州大官を賜っているローソンだと。随分可愛らしいお嬢さんではないかね。普通に外に出てきてるけどねこいつ。自由な活動を許そう。骨十字を手に入れた。ここは火の火事が得意か。火の結晶がね、なかなかバイトできるところが少なくてね、っていうかなくて、すげえ不足してるんですよね。でどこ行くの。とりあえずタリアの工房行くか。あ、行けねえわ、入れないそもそも。なんとかじゃ国見城だよね。あれ関所みたいなのがあるね。北関国見城へ行きたいよー。バカ言うな。あーなるほど。怪しいことを言うんじゃない。偉さは関係ないんだ。あ、そりゃそうだよな。上からはいけないと。ああ、ここなんか、あれだよね、北極みたいなところに行くんだよね。ムーアヘッド交易所。で、なんかこの季節は封鎖されてるよみたいな。ほら。冬だから。あれ、上から行った場合って、鍛冶屋的なのあったっけ？じゃあちょっと下の方から回っていきますか。あれ、これまたなんかあるね。こういうのはな、ちょっと情報がないとわからんからね。これは確実にフリーバトル系でしょ。土はねすげえいっぱい持ってんだよね。でも3連戦あるね。でここはカラス屋敷、入れない。ここにも関所があるじゃん。頭腐ってるのとか。ワロミル軍って何？責任感あるね、自分の仕事に対しての。てかどうすんだよ。ちょっともう一回ローソンに文句言いに行こう。全然活動できねえじゃねえかって。ああ、船で行こうっていうことか。そんな簡単に準備してくれんの。ダメだダメだって。ああなるほどね。別の方法、あ、なんかいる。女性が立っている。近づく。怪しいやつとか言われたらどうしよう。女性に近づいたら絶対怪しいと思われっかんね。あ、これやっぱあれだよね、主人公の一人だよね。異常な精霊力を感じる一団がここから船で渡っていった。はあ、セイマくん、
うん、これはもう即答だよね。あ、別に仲間になんないんだ。仲間にしたいな、タリア。いない。まあ、船で渡るか。どこに上陸すんの？なるべくさ、こう中心じゃなくてさ、もっと隅っこの方に上陸した方がいいんじゃない？ワロミル軍で、ここが国見城か。これは金か。金もね、割と持ってるからね。ワロミル軍。ああ、そういうことか。上と下で分断させて船でっていう作戦で行ってたもんね。で、国見城。イレーネ、こいつが当主か。お、イレーネ様ですかって。あ、クラウディアの妹。皇帝の王の区切りを鍛えねばなりません。あれ、こいつが王だ。どっちだ。どっちの方が偉いんだ。あ、ワロミル族の王か。長い。セリフが長い。エイディル王はメグダッセ、メグダッセ、ケイ、サンドリア、グラディオンにまたがる新たな王国の帝王だ。あ、なるほどね。それが分からないのは滅ぼすしかないって極端だな。おお、ありがとうございます、エイテル王。やられちゃうのか。てかさ、作り方知ってんの？変な材料しか持ってなかったよね、だって。早速始めましょうって言うけどさ。お、夕方になってる。これはチェルミナ側の伏兵か。突撃だー。名馬の紋章焼き。よくわかるな。どっから情報を得てるんだ。一応できた感じか。一応一日でできるんだね。うん、まあ確かにね、侵入を隠してないからね、こいつら。とりあえずこの紋章のところに行けばいいのかな。もう船は別に行けないからね。まあ、俺たちは俺たちの役目を果たそう。
サウノックの紋章焼き、サウノックに身も心も捧げた者たちと召喚された魔物たちが、大名魔サウノックを迎えるためのかがり火を囲み、共演を催している。押し止めるには戦うしかない。名魔を倒す。ノーマル。戦闘不能ならないインタラプト、リザーブ解除か。インタラプトを発動するのかな。インタラプト技結構使うからね。溜まる前にね、戦闘が終わっちゃうんですよね。特に将来が発動すればほぼ消するんで、戦闘は。あ、でもいっぱいいるな。そうそうそう、結構ねバイトしてね、将来がねランク2になったっすよ。あ、であとね、弓使いをね、ツイゴールからね、あのこっちのアングルに変えました。技術とかだっけがね、めっちゃ高いんですよ。弓用の能力になってるんで。で、大木弾もランク2ですね。ここら辺はめっちゃつながってんな。毒斬りを使ってくるやつがいるか。でもな、倒しちゃうとね、連撃が発動しちゃうから、今はとりあえずヒットポイントを減らす方向で。ランク2になってめっちゃ強くなってる。まあ、それはランクが上がれば強くなるっていうのは当たりかもしれないかも。B を倒そう。 B をでね、ただね、弓がねまだランク1になってないんで、狙い撃ちがね2使うんすよね。これがちょっときついかな。まだ発展途上なんで。やられる。やばい、これ毒になってるからさ。でも一応発動はできるか。発動して死ぬパターンだな。発動して死んで連撃が発動するみたいな。ただこれちょっとね、 D を倒しちゃうと危険だから、失礼剣で E をバンプさせよう。いや、待って、ただ C がなんか構えてるね。そう、天地二段とかね、神速三段突きとかも覚えて、強くなったは強くなったんだけど、ハイパーハンマー、あー、超悩むな、これ、無理だ。音速剣で、一応これは解除しておく必要があるから、あとちょっと次元弾にかけよう。いいか。D がね、残ってくれればいいんだけどな。これは連撃が発動しちゃうかな。リザーブ解除できたけど、どうだ。うわー、倒しちゃったか。しょうがない。連撃発動、痛い。で、毒になって死んで連撃発動。次元弾、痛い。怒りになってしまった。ただこの連撃で倒せるね。456とかめちゃ強いんだけど。させたんですけど、ロールをね覚えるのがねめちゃくちゃ苦労するんですよね。なんか別のね武器を使わないといけないんで。で、しかもこの技とこの技を覚えてるとこのロールが覚えるよっていうようなシステムなんで、ある程度ねもう一つの武器もね使い込まなきゃいけないっていうのがきついよな。お、出たね、サウノックの人。ん？兄さんいるの？
我らの進化を見せる時です。そんなんあったっけ？ゲイージーハードハードだし。奥にはなまだいけるよな、 LP さんだったら。イージーはサクッと勝たすか。これは B だな、完全に B を倒しに行こう。はやぶさ切りからの大木弾の、あとは普通に攻撃をしよう。狙い撃ちかな、早くランク上がってくんないと。ちょっと使いづらい、まだ。海賊じゃなくて船長の喜び方は一緒なんで。ゲッ、お兄様ではないか。防御のポイズンガスの結構めんどくせえな。まずは将来をかけて、そうだな、連撃用にやっぱり減らしておくべきだな。
カブト割りで防御力を減らそう。で、あとも流し切りだな。流し切りでどんどん攻撃力を減らしていくっていう。二重に減るのかな。天地二段はね、スタン効果があるんで、スタンしてくれると助かるんだけど、クリティカルの方か。二刀十字、ギョヘー、やられた。カブト割り、流し切りで攻撃力を減らす。これはもうマジで行くしかないな。ハイパーハンマー、二刀烈風が先に来るか。素早さも減らしとこう。4、バンダナイズ使いたかったけどな。リフレクトでこいつを守ろう。ヤマト君はね、めちゃくちゃヒットポイント高いからね。守れ守れ。なんとか生き残った。ん、はてなはてなはてなになってるね。これはおとなしくフレームアローだけ打ってさよならしとくか。関節技だったら確か大丈夫だよね。リザーブを解除できるはずなんで。ほら、おアローレイン、これさ倒せんじゃん。これでこれもすごいよな。ギャンパンツが倒した。いや、さすがにアントニウス強かったな。その分こっちもかなり強くなったけど、よしよしよし。あとは3戦目うわー、こいつなんだ、サウノックか、例の。うーん、まずはやっぱり将来を唱えておきたい。で、 C が多分ね巻き込めるんで、まあこれは普通にハヤブサ切りでダメージを与えておくか。まあ連戦とはいえね、戦いが終わればヒットポイント自体は回復するんで。あ、出たダンス。この挑発がね意外に鬱陶しいっていう。まあ C のパンデミックとか引いて BP がマイナス1になった。結局変わらずか。はやぶさ切りの、これみんな1でいかないとダメか。狙い撃ちからの強撃と。みんな怒りだけどさ、タイミング的には悪くないね。 C だから。ダンス好きだね。よし、連撃発動。パンデミック、おー、マジか。これそこまで強くはないけど PP が減らされるっていうのかな。しかも全体攻撃徐々に減らされていくな。失礼剣で B をバンプさせよう。で、そこからカブト割りでこっちの防御力を下げとこう。スウォームって何、星4ってめっちゃ使ってくるんだけど。え、ちょっと待って、そうしたらさ攻撃力下げとこう。あ、流し切りが使えない。あ、こっちか。流し切りで攻撃力も下げとこう。ステータスを下げるのも意外にいいね。まずは失礼剣バンプさせて将来で倒せるはず B を。よし、 OK で連撃が発動して、そこからカウント割り。だこれ、うわやばい。基本的に全体攻撃をしてくるな。ただただこのターンで決められるか。
うわ、そうだ減るんだ、BP が。え、マジひどいな。どうする？普通にやはり数を重ねるか。ハヤブサ切りの大木弾の、もう唱えてる余裕はないよな。狙い撃ちのスイングダウンだな。パンデミックで船長がやられそうだけど、それはしょうがない。死ぬかもしれんが、よし。ああ、やられたか、やっぱり。しかしこれで終わりだ。なんかどっちかっていうとアントニウスの方が強かったような気がするね。ブラッドスター、あれブラッドスターって持ってたっけな。お、全部手に入れた。いいね。土の結晶40個。てか結晶めっちゃ手に入れたし、成功したのか。あ、こいつら。うん、確かにね、引き際を見極めないと。追いますか。ああ、まあね、確かに。諏訪館へ行って、サンドリア州を抜けて諏訪館へ行くと。あ、もともとこいつらの城だったの。悪いジジイとかひどいな。ご一緒しましょう。お、陣形ビッグラック。じゃあちょっと戦闘準備で陣形と。連撃 BP、 連撃が発動したときに BP が増える。はあ。後衛3名を行動させれば恩恵を授かりやすくなる。まあ結構微妙だな。でローソンさんはね、なかなかいい杖を持ってるみたいなんで、これ取り上げよう。ミスティックワンドの装備を外して、エリセドに装備させて、要はこのね、術派生のところに、水魚術習得用ってあるじゃないですか。これ、ね、習得用の
杖を使って術を習得させていくっていう、そういう形になるんで、ミスティックワンドに変えて、またちょっとバイトをして術を覚えさせたいと思います。というところで、じゃあアントニウス兄様も、取り戻したところになりますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。